はい、こんにちは。こんにちは。今日は何なさってるんですか？今年は割合とね、今日芋地ですか、今日野菜地ですか。うちではタケネコ芋地だけどね、割合と取れたから、これを今度はね囲って大春食べようかと。去年は 2,3 本やったらね、しびられちゃったからね、今その穴をね作って、ここのうちの軒先だから暖かいから、ここへでしまっとこうというふうなことでね、それやって、やまた種芋がねあるんですよね。里芋の種芋とうとうもね、やっぱりいよいよ11月寒くなるから加工かなと思って、ここにこんだけあるでしょう。これは何になるんですか？これですか？これはもみの殻ですね。米を取った後の米にかぶさってる皮ですね。をまあやると、これがあったかいというふうなので使いやすいですよね。土を家のした場合じゃ取るにまた大変だけど、これじゃすぐ取れますからというふうなことで、これからやろうと言って今広めたところです。はい、頑張ってください。はい。